相手がサーブを打ってきた時にある程度どこにボールが落ちるのか予測します。このポイントがとても重要です。ボールが死んでいる状態でサーブカットをするようにしてください。涼介バレーボール TV。 こんにちは、涼介です。今回なんですけれども、サーブカットのアンダーレシーブが上達する練習方法、そしてコツをご紹介していきたいと思います。まずは実際のサーブカットの練習をご覧ください。まず一つ目のコツなんですけれども、サーブカットの構えをする時の手の位置は体の中心で手を構える、そしてリラックスした状態でセットをするということです。これはレシーブをする時の動画でもお伝えしたんですけれども、アンダーカットそしてオーバーカット両方にいけるようにするために、体の中心で手を置いて構えるようにしましょう。そして構えている時なんですけれども、体はリラックスしている状態で構えてください。この構えている時に体に力みがあって力が入っている状態ですと、サーブが来た時の一歩が出しづらくなってしまって、ボールに対しての反応が遅れてしまいます。実際にやっていただくと分かると思うんですけれども、体をリラックスさせた状態と体に力が入っている状態、どちらが動きやすいかというと、リラックスしている状態の方がスムーズに足が運べると思います。ですので体の力みを少なくしてリラックスした状態で構えるようにしてください。そして次なんですけれども、ボールの落下地点を予測してステップをし始めるということです。相手がサーブを打ってきた時にある程度どこにボールが落ちるのか予測します。完璧には予測できなくても、相手がサーブを打ち始めた時に予測してステップをし始めることで、ボールの落下地点に早く入ってサーブカットの体勢を作ることで、サーブカットの返球がしやすくなります。そして次のポイントなんですけれども、このポイントがとても重要です。ですのでぜひ見逃さないでください。次のポイントは、ボールが死んでからサーブカットをするということです。これはどういうことかというと、実際にステップをしてサーブカットをするときに、相手のサーブが空中で変化をしますよね。いろいろとボールが変化をします。でもボールが変化をするときというのは、ボールが空中にあるときです。実際にこのボールが地面に落ちるときというのは変化し終わっているときです。ですので、この地面に近づいているとき、この地面に近づいているときをボールが死んでいるというんですけれども、なるべく空中でボールを触りに行くのではなくて、できるだけ低い姿勢でボールの変化が終わっている、ボールが死んでいる状態でサーブカットをするようにしてください。特に無回転のサーブは空中にある時に変化しやすいです。でも地面に近づいている時に変化は落ち着いています。地面に近づいている時に急に曲がったり急に落ちたりというのはほぼほぼないと思います。ですので、空中でボールが変化をしてストンとボールが落ちる時を待ってサーブカットの構えをするようにしてください。空中でボールが変化をしている時に触りに行くのではなくて、ボールが死んでいる、変化が終わっている下で待ってサーブカットをするようにしてください。そして次なんですけれども、相手がサーブを打って自分のところに来る時に 1,2,3 のリズムを刻んでサーブカットをすると思うんですけれども、その 1,2,3 の時のリズムの2の時には面を作って構えているということです。 1,2,3 のリズムの時の3で面を合わせてボールを触ってしまうと、サーブが速い場合に面が出来上がる前にサーブが来てしまってボールを弾いてしまうということが起きてしまいます。ですので、ボールが来る前に余裕を持って面を作るために、1,2,3 のリズムの2のタイミングで面を作るようにしてください。そうすることで緩いサーブだけではなく速いサーブにも対応することができます。
そして最後なんですけれども、どんな状況でもセッターに面を向けるということです。変化の強いサーブだったりとか、前にストンと押してくるサーブだったりとか、いろいろな変化をするサーブなんですけれども、どのようなサーブに対しても面だけはしっかりとセッターの方向に向けるようにしましょう。どうしても下半身が入らなくて足が崩れてしまったりとか、少し上半身が浮いて崩れてしまったりとか、そういう場面がどうしてもあるかもしれないんですけれども、でも面だけはしっかりとセッターに向けるようにしてください。そうすることで最低限サーブカットが返る体勢ができていますので、このボールを受ける面だけはしっかりとセッターに向けるようにしてください。もちろんボールの下にステップをして面を向けること、とても大事なんですけれども、ステップが間に合わない場合、下半身が崩れてしまった場合、そういう時あると思うんですけれども、そういう時はしっかりと面だけはセッターに向けるようにしてください。はい、ということでこれらのコツ、そして意識するべきポイントを確認しながら、もう一度練習を見てみましょう。はい、ということでぜひ実際のサーブカットの練習に落とし込んでやってみてほしいなと思います。僕のチャンネルでは僕のこれまでのバレーボールの経験を生かしたバレーボールの上達法を発信しています。ぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。